はい、こんにちは、なのかみです。今日は野菜のブイヨンを作りたいと思います。鶏ガラとか、いろんなブイヨンありますけれども、どっちかというとこう甘みを利用するお出汁の時はこう野菜のブイヨンを使うことが、多くて、で今回野菜は香味野菜として、玉ねぎ、人参、セロリ、あとポアローって洋ネギないんで、白ネギとかあれば白ネギ、青い部分も全然大丈夫です。よく洗っといてください。で、あとトマトですね。お水は2リッター用意しておきます。お鍋が、そうですね、直径25センチ、高さ15センチぐらいのお鍋を今日は用意してます。はい、では早速いきたいと思います。玉ねぎは、芯ついたままで結構です。大方2時間、煮るので2時間の大きさにします。何でもかんでも小さくすれば たくさん早くできるでしょうっていうわけじゃなくて、それ濁る一方なので、ちょうど2時間だと2時間にちょうど全部力をきれいに出し切れるなっていうものにして、ブイヨンお出汁は取っていきます。なのでだいたい8等分ぐらいにカットしておきます。はい、これ全部ね、別に冷たいうちから入れちゃいます。で、ネギはね、あんま汚いところだけ取っといて、これこのまんまでいいです。で、白いところもだいたいこんな大きく3等分ぐらいで、で、セロリは、筋引かなくていいので、細いところと太いところと、さらに太いところはちょっと切り目入れて、同じように火が入るような感じに入れます。で、人参はね、きれいに洗っといて、芯のところとか、ちょっと端っこの方だけ落としてみて、別にいいよっていうのは使ってもらってもいいんですけど、もし土がね噛んでたらあれなので、こんな感じで、そうですね、人参は出にくいので、硬いので、これ3等分ぐらい、だからトータル6等分ぐらいしてから、また太い部分はその半分ぐらいにします。こういうので作っておいて、例えば、この容量を一つすると、例えばポトフとか作るときすごくお料理上手になります。ただただ放り込んで茹でればポトフでしょう、それもそうなんですけど、やっぱり手順と美味しさの引き出し方を知ると、ポトフ一つもすごく上手に美味しく出来上がりますね。これに結局ね、取り入れればポトフみたいなもんなんですけど、見合った時間でこう出来上がることを想定して、野菜の大きさを決めたら、トマトもね、もういっそのこといっぺんに一緒に入れちゃうんですが、これはね、ちょっと水っぽいんで、間の種は抜きます。ちょっとギュッと絞って、こんな感じで種抜きます。抜いたらこのまま入れます。こんな感じでね、抜けた。材料はこんな感じかな。ニンニクは今回は入れません。お塩、そうですね、スプーン1杯分ぐらい、さっと塩を振ります。そうしましたら、火にかけます。そして、塩ちょっと混ぜといて、野菜に。で、中火にかけたら、蓋します。はい、約30分ぐらいの時間が経って、野菜からしっかり水分が出てる状態で、人参もこうほら吸うと、もうだいたい火が入ってますね。なんかこうグズグズ野菜を崩すこともなく、ゆっくりと水分を出して旨味が出た状態のところに、ここにお水を足していきます。2リッターのお水足します。で、ここにね、あればローリエとか、こんなもんで、今から約2時間ゆっくりとお出汁を煮ていきたいと思います。はい、お野菜のブイヨンどんどんこう入っていきますね。ざっとざるで、こして、ある程度あんまりぐちゃぐちゃ潰さない程度に水分よく切ってもらって、で、丁寧にするんでしたら、紙でもう一回リードペーパーなんかでこしていただくと、すごく綺麗なブイヨンの
出来上がりになりますね。そのブイヨンを使って、次はお料理を仕上げていこうと思うんですが、はい、これ出来上がったお野菜のブイヨン、ちょっとこう人参やトマトの色がつくので少しだけ皮の色がついたようなこういうブイヨンです。お野菜の甘みのあるブイヨンです。これすごく美味しいんですね。そうですね、これをまあちょっと今回はね和風に仕上げていきたいと思います。なんか和のお出汁、昆布やカツオとはまた違ったなんかお野菜ならではなブイヨンを使ったお料理ですので、また次を期待して、ご覧になっていただければなと思います。今日はまあ野菜のブイヨンとレギュームでした。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。